動きながら投げるのが投げ技の基本。ではそのポイントとは。崩して作ってかける、そして最後の決めまで連動して動いてるわけですけど、投げ技の一番の醍醐味は崩しです。ではその崩しを中心に投げ技を見てみましょう。ポイントは出鼻を捉えるということ。後ろ回りさばきからの背負い投げの場合、このように動きながら相手が押してくるタイミングで出鼻を捉える練習が効果的。続いて相手を押し、そのリアクションを利用して出鼻を捉える練習です。押された相手はこのように体勢を整えようと押し返してきます。このタイミングを逃さず崩すことが大切です。練習を繰り返して感覚をつかみましょう。次に段階を進めまして、今の技を前回りさばきでやってみます。前回りさばきの場合は間合いを詰めすぎないということがポイント。そのためには一歩目の足を踏み出す位置に注意する必要があります。右足踏み込んだ足と相手との間に十分な間合いがあります。この間合いをキープすることが次の腰の回転をして担ぎ上げることができます。相手との間合いの取り方が腰のスムーズな回転を確保し、スピードのある投げにつながります。一歩目が相手に近すぎると腰をスムーズに回転させることができません。また顔の位置をこのように一歩目の足と立体的に同じラインになるようにすることでも腰の回転をスムーズにできます。下半身で意識して間合いを取れても、入るときに顔が近づくと腰が回りません。一歩目の踏み込み足の間合い確保が重要なポイント。これらの基本を理解して意識して練習してみましょう。